こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。悪口批判は返ってくるっていうですね、まあよくあることですけど、ちょうどそのいろいろ悪口とか批判とか言われてへこんでる人とか、質問とか相談が相次いだので、まあ僕なりにいろいろまとめてみたんですけど、自分の考えを今まとめて、まあまた今度どんどん変わっていくものかもしれないですけど、僕がまあ心理学ちゃんと学校に勉強しに行ってたので、そう心理学の時に習ったことなどを、まあ、いや対処法とかをシェアしたいなと思います。内容的にはですね、まあ悪口批判って、まあ、ついつい言っちゃうと思うんですけど、まあ、これってこだわってるから出るわけで、別にその一概的に批判悪口が悪いわけでもなくて、成長するための、まあ、一つのポイントだったりするので、ただまあそればっかり言ってると不要を引き寄せちゃいますよねみたいな。僕もそういうのちょっと陥ってた時期があって、そういうのをこう発信しなくなってから雰囲気変わったねってよく言われるようになりました。まあ、それがこれだけのポイントかどうかわかんないですけど、まあ、自分の感性と違う悪い部分っていうのはやっぱ目立つので、ついつい言っちゃいがちになるんですけど、まあ好きになる必要はないけど共存できるようにしましょうよと。あと伝え方のポイントと悪口が始まった時の対処法というのが、まあ相談者のお話だったので、その辺僕なりの視点でまとめてみました。私は普段ジャズドラムをやってまして、まあこういうのもだから音楽業界でどうしても悪口批判って多いので、やっぱり相談がたくさんあったんですけど、まあこういった内容のお話とか、あと音楽の内容とかをやったりしているので、もし興味のある方はチャンネル登録してくださいね。それではこの内容を細かくお話ししていきたいと思います。はい、こだわってるからこそ出るものということですね。僕も音楽で喧嘩したこと何度もあります。本当に殴り合いまではいかないですけど、本当に怒鳴り合いの喧嘩をしたことがありますが、まあ、こだわってなければいちいち衝突したくないものであって、成長を促すものであったり、やっぱ喧嘩しよかったなと思うこともやっぱあったりするし、まあ言い方伝え方っていうのは特に若い時はこうきついので、それは伝え方を変えると、それだけでもあんまりこうね、ちょっとクッションになったりするとは思うんですね。だいたいミュージシャンでそうなんですけど、結構ぶっきらぼうに喋るので、なんかこう向こうとしてはその良かれと思って言ってることもなんかカチンってきたりとかすることはよくあると思うんですね。まあその辺は後で伝え方っていうところでお話ししていこうかなと思います。まあ、陰で悪口を言うとか、ネットで一方的に自するっていうのは、やっぱりこれやっちゃうんですけど、まあ、これって僕は、徳の貯金を使い果たすと思ってるんですね。で、人間っていいことをすると、徳の貯金っていうのがちょっとずつ溜まっていって、で、こう、よくあるじゃないですか、同じこと言ってもすごく説得力のある人と説得力がない人があるっていうかさ、徳の貯金っていうのが溜まってる人はなんとなくオーラに出てきて、で、その、こういう、こう、悪口を言ったり、一方的にディスるっていう人は、やっぱりこう、そういう徳の貯金を使い果たしてるんだろうなっていうふうに僕は思います。大体、こう、僕も YouTube やってるとですね、やっぱり一方的にこう言われるんです。まず名乗らないみたいなね。で、そういう人たちに、まあ、僕も一時期すごくこう、ちゃんとこう、丁寧に返してたんですよ。そういう人って、なんか違う方向に話を持ってったりするし、まあ、もちろん分かり合えることもあるんですけど、時間がかかるし、実際にこう、なんていうんですかね、こう、確信ついたところまで話がいくと、突然連絡が途絶えたりとかするし、まあ正直僕の時間をそこに費やしたくないということで、最近はもう完全に、まあそういう人にはそっとしておくという、何もこちらから返信しないようにはしているんですけど、まあ実際それでこう、悪口書かれると、やっぱいちいちそれなりに僕もちょいちょいへこむんで、なので、まあ、あんまり見ないようにはしてますね。なので、悪口っていうのはそばに行かない方が僕はいいと思いますし、悪口って癖になるんですね。で、言ってないと、で、なんかこう、悪口って言うと、やっぱストレス発散にはなると思うんですけど、これは心理学的にも、データが出てるみたいなんですけど、悪口はやっぱりストレス解消して、それ以上に自分にダメージが来るんですね。で、ダメージが来るから、またそれをやるっていう、こう、悪口のループに入っちゃうので、まあ、コツはですね、もうとりあえず悪口言いたくなったら一旦黙る。こうですね。で、あとこう、なんていうんですかね、立ち上がって歩いてみたりとか、こう人間ってこう、こう負のオーラっていうのはこう溜まっちゃうので、動かないとダメだって言うんですね。これ、ホテルマンのよくあるやつで、こう相手がこう、ものすごく怒ってる場合は、どういうふうにするかっていうと、必ず部屋変えるんですね。しかも、できるだけ2階とかに階段を登らせるんですって。そうすると、こう、ガーって鬱積した時に座ってると、とか、こうお話始まるじゃないですか。鬱積すると、そうすると、もう止まらなくなっちゃうんです。
なのでまず一旦、あ、わかりました、じゃあ担当の者が、お部屋を用意しましたのでこちらにお願いしますって言って必ず2階までで階段を上がるっていう作業をして部屋を移動するぐらいの運動をするとかなり収まってるらしいんですね。でこれはあの僕の好きな中谷、明宏さんの、本に書いてあったんですけど、まあムカつくことがあったら立ち上がってうろうろしながらハッピーバースデートゥーユーがちょうどだいたい1曲歌うの15秒かかるんでハッピーバースデートゥーユーを15秒歌うとそこから落ち着いてから話しなさいみたいな話をしてるんですね。これ僕結構やってますね。まあ、誰のハッピーバースデートゥーユーかわかんないけどハッピーバースデートゥーユーみたいな最後までこうろうろうと歌うと、まあ、結構落ち着いてしまうのでそこから何で怒ってたんだっけってなることもよくありますね。だから悪口言う前に、一旦こう口から発信してしまうと負のスパイラルに入っちゃうね。この負のスパイラルに入るから発信する前に一回グッとこらえるみたいな感じね。悪口は思っちゃいけないわけで、そこまで人間聖人君主じゃない。僕だって思うし、思うこといろいろあるけど、でもその一旦発してしまうといろんなことが生じてしまうので口で発するよりもそのそっちのループに入る前にいいとこ探したりとか自分がこうもっともっとやりたいことを考えたりとかするように僕はしてますね。はい、悪口批判は負を引き寄せるということですね。やっぱその時に話した人周りの人から意外と広がってますね。この人こういうふうに会うとこういうふうに言ってるみたいな感じはね。でまあたとえ一人であったとしても口からこう発信してしまうとやっぱ負の波動ができてやっぱ引き寄せてしまう。これはまあいろんな人が言ってますし、この波動っていうのもまあなんかこうちょっとうさんくさいですけど、でもやっぱあると思うんですね。やっぱりそういうこう人間が発してる波って、あのお水をこう何お水に喋りかけながらこう凍らせると、あの瞬発にピュッて凍らせるとっていう本知ってますか？あるんですよ。なんかこうお水にこのすごく悪口を言いながらわーって悪口を言いながら瞬間で凍らせるとすっごいバラバラに結晶になるんですって。だけどありがとうとかそのすごく褒めたりとかする言葉とかそういうこう優しい言葉をかけながら凍らせると綺麗な結晶ができるっていう、それやっぱ言葉っていうのはやっぱその波動がやっぱあると思うんですね。だからその波動がやっぱ同じものを引き寄せるっていうのは僕あると思ってるので、なるだけ悪いことを発信しないように、どうしても言いたくなったら、まあ僕でもやっぱり言いたくなる時があるので、やっぱ時間を決めて言う、もうタイマーも流せるぐらい、時間決めて言った方がいいと思いますね。でその後ちょっとフォローしてあげる、これはすごい大事ですね。結局全部言うにはちょっとフォローする。あのエンプティーチェアっていうのが心理学でですね、エンプティーチェアっていうのがあるんですね。エンプティーチェアっていうのは空の椅子ってことなんですけど、まあ僕もよくやるんですけど、1台でもいいんですよ。1台でもいいんですけど、まあできればこう向かい合わせにこう椅子を2つ用意して、で自分でこれはワークでやるんですけど、これ1人で自分1人でやってもいいし、誰かに見ててもらったりするとまあ効果的だったりするんですけど、あるもうものすごいもう自分が悪口を言いたくなる人がいたら、その人がもう向かいの椅子に座ってると思って自分はこっちの椅子座ってずっと悪口言うんですよ。もう思ってること全部言う。まあこれだから時間決めて、もうこれ時間決めなくてもいいんですね。もうとにかくこうもう出し尽くすまで言う。で話するんですよ。でもう散々言うんですよ。で今度どうするかって、今度反対側の椅子に座って、今度は言った側の人間の気持ちになって言い返すんです。あ、そうか、そういうふうに思ってたんだ、でも俺はさ、とかみたいなことすっごい言い返す。でこれをまあ1回でもいいし、できれば複数回やる。それに対してこうまだ言いたいことがあったらこっち側の意見を言って、で向こうの意見を言って、そうすると相手の気持ち側に立てるんですね。で相手としてはやっぱり自分の、まあ相手がそうやって言ったってことは、もう僕が自分の相手の立場であれば絶対そういう、まあいろんな事象があってね、まあ育てられた環境とか自分の今の環境とかあったら、どうしてもそういうしか選択肢はなかったと僕は思ってるので、そうすると相手なりの言い分があるわけです。それを理解するってことですね。これやるとかなり効きますね。僕たまにやりますね。で、まあこういうくるくる回る椅子で反対向いたりとかして。NLP っていう心理学の中にもあるんですけど、やっぱこう悪いイメージをずっとこう振りほどくのに、立ち上がってバーンってこう、その服を脱いでるみたいなこう仕草をすると、実際に心が軽くなったりするんですね。だからこう、やっぱ動きを伴った方が相手の気持ちになりやすいというかね。だからエンプティチェアもちゃんとこう場所をこう移動するっていうのがすごい大事ですね。こういう感覚ってすごいなんかバカらしいと思うんですけど、やってみるとだいぶ違いますね。エンプティチェアね、ぜひ一度試していただける。
まあ、相手の全否定ではなくて自分がそのことによってどう感じたかで話すっていうのがやっぱりこう悪口を言う時も、だからそのあいつが悪い、あいつはこうしたから、あいつがこうだから、あいつはこうだからって、相手が主語になるとものすごくダイレクトにこう悪口になってしまうので、彼がこういうふうにした時に俺はこういうふうに感じたんだっていう形をすると、まあ悪口でもだいぶマイルドな感じになりますね。まあこういうのってね、僕が教わった時はアイメッセージ、言うメッセージじゃなくてアイメッセージ、自分のメッセージ、お前がこうだからお前がこうだからっていう形じゃなくて、自分はそのことに対してどう感じたかっていうのを伝えなさいって言われましたね。自分の感性と違う悪い部分っていうのは目立つんですね。極悪人で良いところが49、悪いところが51っていう、これはある本に書いてあったんですけど、まあこれはデータがあってこう言ってるわけじゃなくて感覚で言ってるだけなんですけど、まあ本当に世の極悪人という人でも、49がいいとこで悪いところが51だよという、人を動かすっていう本にも書いてありましたよね。要はアルカポネという極悪人がいてみたいな、もうジャズの 人だからね、アルカポネという人がやっぱりこう、自分はこんなに社会のためにいいことをしてきたっていうふうにやっぱ本人は思ってるんですね。だからこう禁酒法時代にいろんなことやって人をこう殺めたりとかいろんなことしてるんですよ。すごい悪いこといっぱいしてるんだけど、俺は社会のためにやってきたんだってやっぱり言うんですね。極悪人でも自分はいいことしたとずっと思ってるし、実際にいいこともしてるんですね。やっぱそういうこと。でもやっぱ悪いところの方がちょっと多かったです。でも極悪人でやっぱ51ぐらいなんで、普通の人だとやっぱ70、80はいいとこがあって、やっぱ20、10あたりぐらい悪いところがあって、それがすごく目立ってしまうんですよ。だからその残りのいいところっていうのは見てないことになってしまうから、やっぱりその相手のことちゃんと見てあげるっていうことがすごい大事で、なので悪いところはね目立つんです。やっぱりすごく言いたくなっちゃうんですね。で特に人間は自分がしてはいけないと思っていい子にしてようと思って、それをやってる人を見たりとかするとやっぱ過剰に反応してしまうんですね。だから俺はこういう、特に音楽家だと俺はこういう演奏はしたくないと思ってる、その演奏をポンってしてる人を見るとやっぱ過剰に反応してしまうんですね。でも人それぞれその要は立場とか順番とかそういうのがあるので、そこに対してやっぱり言ってしまう気持ちはわかるんですけど、やっぱりそのそれはやっぱ人それぞれなので、だから人が気づかない良いところを話せたら僕かっこいいなと思ってます。だから悪いところがね、例えば51あっていいところが49だったとしたら、その中で普通の人が目立ついいところよりも、あ、こういうこの人ってこういうとこすごいいいよねみたいなところが言えると大人だなって僕は思ったりしてるので、できるだけそういうこう、あ、苦手だなと思う人でも人が気づかない良いところをできるだけこう探すような癖はつけてます。まあ、彼の演奏だと、これはまあちょっとジョークの話なんですけど、よくこうミュージシャン同士でですね、彼の演奏はどうっていうと、大人なミュージシャンはですね、うん、彼はすごいいい人だよって言って、それすごいいい人って言った時点で演奏はいまいちっていうふうに分かるみたいな話ですね。これ打足だったかもしれないですけど、好きになる必要はないけど共存できるようにするっていうのは僕はすごくできるだけ考えてます。共存できるっていうのは一緒のエリアにいる必要はないけれど、できるだけ離れたいけど、だけどまあ共存、要は相手が存在することは別に否定はしないっていうふうに考えているというか、これものすごく難しいよね。無境界っていうね、ケン・ウィルバーっていうトランスパーソナル心理学っていう、分野の、有名な人で、ものすごく頭のいい人で、僕も2冊ぐらい本読んだんだけど、めちゃくちゃ難しくて、ちゃんと僕が理解してるかよくわかんないけど、無境界、人間っていうのは境界線を引くから喧嘩になるんだって。だから、黒い人白い人とかね、こう要は日本人それ以外みたいな線をこうぶって引くから、だからまあ争いっていうのは生まれるんですよ。でも人間って本当に境界があるんでしょうかっていうね、これはもう僕がその勉強した時に教えてもらった先生が言ってたことですけど、要はあなたとあなたじゃないところの境界線ってどこなのっていう話なんですね。じゃあ、あなたとそれが違うとこっていうのはこの皮膚よりも内側なのみたいな。じゃあ皮膚があなたなんかで溶けちゃったらあなたじゃなくなりますか、腕が切れたとしたらあなたじゃなくなりますかみたいな。でこうやっていろいろなものをやってて、どこが境界線なのってなった時に、実は境界線なんかないんですよみたいな。要はある宇宙の生命体の中のあなたは一部として存在してるだけで、そのなんかこう生命体の一部なのになんか
他人と分けてるっていうふうに考えてしまうから良くない。でも子供として生まれてきたら最初は、こう自分っていうのと、ペルソナっていうので、こう自分の自我と自分じゃない部分、要はさっき言ったこう自分はこうなりたくはないっていう、でもこれは自分でもこう欲求としてあったりするんだけど、それを抑えたりする自分があって、そのこれと、まあ、要は戦うわけですよ。だからここを見ちゃった時にすごく嫌悪感を生じたりとかするんですけど、でそこからだんだんこう、成長するにつれて、こう要は人間とかいうか生命体みたいなのは全部一緒だって気づいていって、最終的には宇宙全部が同じものであってっていう、まあ、考え方らしいんですけど、まあでもそのなんとなくその境界線っていうのはもともとなくて、それを人間の思考で境界線を作って、でも科学って発達するためには境界線を作ったから発達すると思うし、僕はまあその要は無境界にすればいいっていうふうには僕は思ってはないんですけど、で境界引かずに対極にいる人、要は自分が苦手な人っていうのは、要はそのこのあるこう生命体の中の、まあ、自分と反対側の人だから、まあ、距離を取って存在を認めてあげる。だからその彼がいなくなることによって何かおかしくなっちゃうから、だからやっぱりその対極にいる人として扱ってあげる。そうするとまあ争いもなくなるでしょう、まあ、でもやっぱある程度仕方ないと僕は思うんですけどね、まあこう食物連鎖とかうまく、まあ、均衡していくっていう風になってるけど、例えばまあちょっとふといつも思ったりするんですけど、ゴキブリとかがものすごい繁殖力なわけじゃないですか。ある程度駆除しないとね、まあだからそれを食べる動物がいて、こうその要は生命体って成り立ってるのかもしれない。だからまあそこを人間が崩したから駆除しなきゃいけないってことなのかもしれないですけどね。でもまあある程度は仕方がないとは思うんですけど、でもまあそのに、まあ、少なくとも人間同士でいるとですね、まあこう相手の存在嫌いだけど、まあ、できるだけ一緒に会いたくないし顔も合わせたくないし、その同じ距離の中にはいたくないけど、でもまあ彼がいるっていうことはすごい、まあ、世の中にとって大事なことだなって思うようにはしてますね。はい、伝え方のポイントですね。伝え方のポイントとしてはですね、まずは正論を言う場合特に気をつけるということですね。正論を言ってたら俺は正しいと思っている人はその方が多いんですけど、これ僕の師匠に教えてもらったんですけど、まあ人に嫌われたかったら正論で論破すればいいんだよ。嫌われたかったら簡単、もう正論で論破しちゃえばいい。正論で論破された人は必ず憎しみを持つんですね、その人に対して。特にこうフィードバックっていうのと、正論っていうのはちょっと違ってて、こう背中にゴミがついてるよって言って相手が見えてないものに対して教えてあげるのはいいんですけど、相手が分かっちゃいるけどやめられないみたいな、要は痩せたらいいのにとかさ、いや分かってるよみたいな、タバコやめたらとか、いや分かってるよ、体に悪いよタバコは、いやそれ分かってるんだけどみたいな、こういうのって言うときはものすごく気をつけないと、そこでさらに正論で論破してしまうと相手は必ず自分に対して悪い感情を持ってしまうので、伝え方のポイントとしてはやっぱりこの正論言うときは特に気をつける。ハリネズミの法則ってことでですね、ハリネズミって、ね、まあ要はこうね、相手に近づきすぎるとその針が相手をこうついちゃうわけじゃないですか。だから要はうまく合わない人はハリネズミ同士だと思うんですね。だけど相手だけお前だけどけっていうんじゃなくて、お互いにこの針が当たらないところの距離感で、過ごすといいんですよっていうのは、まあ、教えてもらいましたね。でまあこれもさっきアイメッセージって、相手が主語にならず自分が主語になる、自分の気持ちを伝えると、そういうことをされたことによって僕はこう感じたよ、寂しかったよとか、すごくこうびっくりしたとか、要はそういう時に自分はすごくこうなんていうの、疎外感を感じて寂しく思ったとか、そういう伝え方をするとまあマイルドにはなりますよね。まあ人間って相手がの中にある自分のいい自分、要はそれを育てようとするんでね。だから恋人とかもそうだけど、だから自分が例えばきっかけが英語上手ですねって言われて英語勉強一生懸命勉強して、でこう要は彼女の中に自分が英語のすごい得意な自分っていうのをこう育てていくわけですよ。まあ例えばの話ね。でそしたらその結局喧嘩してる時に、あんたの英語なんか全然発音良くないじゃんって言われたりとかすると、なんか彼女の中にいた自分が全部壊れてしまうと、まあ破局になってしまうってことですね。相手との関係っていうのはそこなので、やっぱりその
絶対にこう潰してはいけない部分とかもあるし、だからその自分の気持ちを伝えるときにはうまくこう自分が主語になって感じたこと、相手を全否定するっていう言い方をせずに、あの相手のこの行動が私にとってどう思ったとか、その言動がその私にとってどう思ったっていう話をするようにする。これが伝えた方のポイントですね。はい、悪口が始まった時の対処法ですね。まあ自分が言わないでも他人が悪口を言うっていうのはよくあるわけですね。まあ僕はまあこれはまあ一番その場を離れるですね、黙ってその場を離れるっていうことをできるだけするようにしてます。あの絶対に会話に参加しないようにします。だけどまあ再加せざるを得ない場合があったりとかすると、これは相槌と言葉の反復を使って相手の話していることを鏡のようにして見せてあげるですね。例えばこう、あいつってさ全然練習してなくて下手っぴだよねみたいな話をするとする。その時に、まあそうだよねとか、まあそういうとこあるよねとかって言うと結局同調してることになるわけじゃないですか。なので、まああんまり練習しないから彼の演奏はすごく未熟だと思っているんだっていうふうに言ってあげるってことですね。だからこの相手の言ってることを、そうこうやって僕は受け取ったけどそうですよねっていう話をして聞き取ってあげる。そうすると、いや、もう全然練習してないってわけじゃないんだけど、って言った。あ、全然練習してないわけじゃないけど、ちょっとまあ練習量が足りないっていうか、世間一般には足りないと思ってるんだ。世間一般のって言われるとって言って、こういうふうに言って一時期こう、そのうまく収めたことがあるんですけど、まあそれ全員に聞くかどうかはちょっとわからないですけど、とにかくこう、悪口を言ってるときは、その人の悪口を、こう、こっちの意見を全くゼロ挟まずに、そのまま返してあげる。こういうふうに聞こえたけど、それでいい?みたいな。こういうふうに聞こえたけどそれでいいっていうのを返してあげる。そうすると相手がいやそこまでは言ってないしねっていう話で悪口が収まることがすごく多いですね。これは僕はまあ気をつけて、まあ会話がどうしてもこう会話してる中でそういうのが出てきたらできるだけこういうふうにして止めるようにはしてます。最終結論ですね、良いところを探そうということでですね、まあ悪口をバンって言いたくなったらそれ以上に良いところを探す、あそこいいよねとかこういうところはいいよねみたいなところで、悪いところは自分の心にしまっておくっていうふうに僕はできるだけするようにしてます。成人君主じゃないんでついつい悪口言ってしまう時もあるんですけど、その時はやっぱり少しフォローしてあげる、相手の気持ちを分かるようにちょっと努力してあげるっていうのがすごい大事なんじゃないかなとは思います。で、嫌な人は、まあ僕も好きな斉藤ひとりさんも言ったけど、嫌な人がいたら走って逃げろですね。基本的に走って逃げろです。距離保てるんだったら保ちましょう。でもどうしても距離保てない人、自分の、大事な人、まあその伴侶とかね、そういったこうまあ家族とかそういったものに対しては、まあうまく距離を詰めつつ、まあ斉藤ひとりさんも言ってますけど、ちょっと喧嘩してちょっとかわすんだよみたいな。新幹線に向かってこう体当たりしたらもう絶対勝てないけど、新幹線でバーって迫ってきたらちょっと避けてあげると一個も当たらないんだ。だからそのスッと避けてあげながらこううまいことこう、こう付き合うんだよみたいな。たまにどうしても戦わなきゃいけないときはちょっとだけ喧嘩して、でまたかわすんだよっていうことを言ってましたね。だからまあそういう状況をうまく作りながら、まあ良いところをちょっとずつ探しつつ、まあやっていくしかないって形では僕はないとは思ってますけどね。それでもなかなか付き合い難しいなって思いますよね。斉藤ひとりさんの言葉ですごく僕は好きな言葉があって、まあ要はいいところを探すゲームをしてるんだお互いね。だからこうやって一生懸命褒めてあげる。でこう褒めてあげてもこういやまあそんなこと言っても俺はそんなことだよとかこうね反応してくるやつがいる。と友達に対して、まあ嫌なやつだなと思った時にそいつのいやあいつ嫌なやつなんだよって言うんじゃなくて、いやー達人がいてさ。俺がいいところを探そうと思って一生懸命喋ってるんだけど全部かわすんだよ。達人がいてなっていう話をする。そうするとちょっと面白くなるじゃんみたいな。ね。すげえなと思ってそういう考え方できるのって。だから達人、今日も達人はね、一個も触らせてくれないよ。もう本当に俺ぐらいの実力だともう、その、触れることすらできなかったみたいなお話をすると楽しくなるじゃないですか。まあ、そういう風にして、まあ、うまく人生を交わしながら生きていくんだよっていう話ですね。だからまあそれは嫌な人がと当たるっていうのは必ずなんかこう自分に与えられた試練だっていう風にも言ってますけど、僕もそういう風にはちょっと考えるようにはしてます。で、できるだけそんなもう嫌だなって思うことを考えてても、まあひとりさんもよく言ってますよね。お前がもうあいつのこと考えたらもうムカついて眠れない、でもあの人寝てるよあの人はぐっすり寝てるよみたいな、そんなことのために悩むことないよっていうふうに言ってますよね。
なのでいいところを探して、まあ、悪口っていうのはあまり発信しない。そうするとだん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 その悪口を言う人が周りに減ってきますよね。やっぱ波動が違うから 居場所が悪い。で実際にそうやって喋ってるとなんかそのまま鏡に返されてするとやっぱり居心地悪いわけじゃないですか。悪口を言わざるを得ない人っていうのはやっぱそういう波動なので、だから合わないからだん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 向こうから近づかなくなってくるっていうのは本当にそう思いますね。なので、悪口っていうのはできるだけ言わない方がよくて、いいところを探していっていいところの話をしてるとそういうことが喋るのが好きな人が集まってきてやっぱりいいことになっていくっていうふうに僕も思ってます。というわけで、まあ、今のところの僕の考え方ですね、まあ、キョエルバの話とかでもですねものすごく難しくて入り組んでるので僕がちゃんと理解できてるかどうかわからないですが僕なりの考え方ですね。なので、これが全て正しいわけでもないんですが、皆さんがもしその悪口が始まった時になんかこういうふうに対処してるよこういうふうにしてるよっていうふうなのがなんかいい処方箋があったらぜひ、コメントの方とか書いてもらったりメルマガの方でねメールいただけると嬉しいと思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。